はいどうも、関西クラクラクラブのコミです。さて本日もですね、無課金弱者連合ネオさんとのね、対抗戦から動画見ていきたいというふうに思います。で本日のテーマはですね、弱点をつく戦術の選び方ですね。で皆さんね、結構得意戦術偏重になってる方って多いんじゃないかっていうふうに思います。まあ私もそうなんですけどね。で、もっとねこんな戦術を使ったらいいのになとかいうのはあるにせよ、使う場面が分かんない、戦術ってどうやって選んだらいいのっていうね、そこ結構悩んでる方多いと思うんですよね。なのでちょっとそこに関して今日は徹底的にね話していきたいというふうに思いますので、ぜひ最後までご視聴いただければなというふうに思います。でですね、本日見ていただきたい動画は3本あります。1つはクイヒードラゴン、もう1つはスーサイドラバルで、最後3つ目クイヒーディガー。なんでスーサイド、要はヒーローパートでね、ヒーラーをつけずにやるアタックを使うのか、またはクイヒーを選ぶのか。で、その後においても、ドラゴン、ラババルーン、ディガー、この3つをどう使い分けてるのか、このあたりをね、見てもらいたいと思うので、まずは、早速1本目いってみましょう。これですね。このね、ボンボンさんの配置を、まあ、綺麗にカズさんが取ってきてくれたその戦術が、クイヒードラゴンなんですね。まずはですね、この配置、リプレイ見ながら考えてほしいんですけど、どこがね、弱点かなっていうことを考えてほしいんですね。相手の弱点見るときには、タウンホール、まあ、11だった場合には、相手の防衛援軍ですよね。で、イーグル砲、あとはインフェルノタワー、で、アーチャークイーン。あとは、まあ、空を使いたい方においては、まあ、対空砲や、あとエアスイーパーなんかそうなんですけども、今言った、この、ごめんなさいね、ちょっと紛らわしかったですけど、クランジョ、まあ、防衛援軍、イーグル砲、インフェルノ、あとアーチャークイーン、これを倒しながら、壊しながら、どれだけ、他のね、施設を壊せるかっていうところで、まず戦術を選んでいくって手があると思うんですよね。今回、カズさんは、今言ったこれ全部処理できてしまう、ここの中、ここの壁の中ですよね。ここを弱点ゾーンだと読んだんですね。クイーンがここに入れば、そうですよね、もう全部壊せちゃうじゃないですか。まず今、インフェルノを追って、相手のアーチャークイーンも倒しちゃいました。さらに、ダメージがそんな集中してないんですよ、こういうところにね。クロスボウなんかがあったりするもんだから、クイヒーはですね、あんまダメージが集中しないで、次から次へとこうね、相手を、倒していくことができるんですよね。で、ここが弱点ゾーンだと分かった上で、なんでクイヒーを選んだかっていうと、それなんですよ。クイヒーが最後まで生き残るなという目算が立つから、今回ここ、クイヒーで行ったんですね。スーサイドではなかったということなんです。で、さらに次。これドラゴンですよね。ドラゴンパート、今始まりましたけども、対空砲2本とエアスイーパーが一緒にこれ食い火で折れちゃうんで、じゃあもう空でしょうという話になるわけですよね。で、じゃあその空をやるにしても、ラバルなのかドラゴンラッシュを使うのか、その判断の基準は、見てくださいこれ。ドラゴンがめちゃくちゃこれ集中して施設叩いてませんか。で、大量のドラゴンが1個の呪文の上にこう乗っかってんすよね。これがね、ドラゴンを使う大きな理由です。バーバリアンキングがここで今倒れてますけど、この辺全部こうカットしてくれてるじゃないですか。そのおかげでドラゴンたちが、この限られたエリアを進むような絵が描けたから、今回ドラゴンにしてるんですね。ドラゴンってね、めちゃくちゃ束になると強いんですよ。半端じゃなく強いの。レイジの上に乗っかって暴れまくるんでね。なんですけど、今ね、なっているように、こういう風にバラバラになってきちゃうと、そこに防衛施設があった場合、動きもそんな速くないから、結構やられちゃうんですよね。これが、今回カズさんがドラゴンを選んだ理由だと思います。これ、クイヒーもちゃんと最後まで生き残っていて、ドラゴンも大量に生き残っている。その理由は、弱点を見極め、そこの潰し方。あんまり火力が集中しない、防衛施設が集中しないから、じゃあクイヒーが最後まで生き残るなと思ってクイヒーを選び。かつ、その後の、残った施設を破壊するにも、ユニットをこうね、ある程度の範囲内にまとめて動かせる絵が描けるから、じゃあドラゴンで行きましょうと。こういうことだと思うんですよね。じゃあね、次のパターン、
これならどうか見てみたいと思います。あつしパパさんが攻めてくれたこのアタックですね、ご覧いただきたいと思うんですけども、さあこの配置の弱点、イーグル砲、インフェルノ、あとはアーチャークイーン、さらに防衛援軍、これを破壊できるエリアっていうのがここなんですよね。でここにユニットを入れてこうと思った時に、アツシパパさんどうしたかってことなんですよ。まあこの前のねサイドカットめちゃくちゃうまいんで、これはちょっとなかなかね発想的に真似するのって難しいと思うんですけど、この後のね、考え方なら多分真似できます。ジャンプの呪文を打って、ここのエリアにユニットを誘導しようとしてますよね。だけどここって四方八方からダメージ受けちゃうんで、食い火で入っていったらおそらく回復が間に合わないエリアだなっていう風に思ったはずなんですよ、アツシパパさん。なのでそこにはね、あえてもうヒーラーみたいな大量のコストを導入してクイーンだけのために使うようなねやり方ではなくて、もうバーバリアンキングを盾にしながらボーラーとアーチャークイーンで一気に押していく。でグランドウォーでもここつけてますね。非常に奥まっているところで攻めていこうとしてるんで、グランドウォーデンの頭文が使えるようにウォーデンつけてるんでしょうね。でこれ全部落っこってしまうんですけど、ヒーラーをね、5体もつけるようなことをしてませんので、比較的こうね、陸パートのコストは、低くなっていて、あと全部空パートにこう回せます。なんですけどちょっとね止めますよ、見てほしいんですが、これね空パートって今バルーンこんな風なルートは歩いてきてますよね。でさらにこれって上の方に行っても、ごめんなさい、上行きますね、上の方に行ってもまだこっちお施設が残ってるじゃないですか。しかも、これねこんな風になっていて、バーバリアンキングももうこれ使っちゃってるんで外もカットできないんですよね。でこういう非常に幅の広いところ、こういうところを進めていくためにはラバルがいいんですよ。なんでかっていうと、ちょっと動画流しながらいきますけど、これ無視できるからですね、こういうところ。こういうの全部無視できちゃう。で、さらに、ドラゴンと違って、一気にドバッと出さなくても、ある程度こうね、今こっちからバルーンこう追加しましたよね。こういう使い方をして、今ここも追加しましたね。バルーンたちを外にはみ出ないように、中へ中へこう誘導しながら、回していくっていう手ができるのがバルーンなんですね。なのでドラゴンなんか使ったらあっという間にこう散ってしまってね、呪文の恩恵を受けられずに、まあ、それぞれがやられてしまうっていうことを見越して、今回アツシパパさんは少しねドラゴンよりも、まあ、技術がいりますけども、前回に近い、バルーンを選んだということなんですね。じゃあホグライダーでも良かったんじゃないのって、まあね、いうお話もあるというふうに思うんですけども、ここですよね、キングがここにまだいるので、こいつらっていうのをね、あ、こいつっていうのもちょっとねおそらく警戒したところもあるんじゃないかなって思います。で、あとまあさっき言ったようにインフェルノもちゃんとねリクバードによって折れてたので、であれば回復をねそんなに、する必要もなく、もう勢いでね、押し切っていってしまえる、まあ、比較的単発施設が多くなっているので、まあ、ラパでターゲットを集めながら、スピード勝負でね、回復体力が尽きる前に押し切れるラバルを選んだと。こういうことだと思うんですね。いやー、まあ、すごい、まあ、発想力だと思うんですけども、まあ、そういうところをね、ちゃんと抑えていけば、皆さんも多分ね、私もそうだと思うんですけども、あ、この村は弱点ここだから、じゃあこの部分を潰すのには、ヒーラー使った方がいいのかな、つまり食い火。それとも、もうヒーローとかゴーレムとかボーラーを使いながら一気に力で押した方がいいのかなっていうところをこう見極められるようになってくると思うんですよね。で、それができたら、じゃあ残った部分、壊せなかった部分は何で壊すのが一番適切なんだろうっていうところに考えが及ぶと思うので、ぜひですね、これ諦めずに私も一緒にね、学んでいきたいと思いますので、やっていきたい点じゃないかなっていうふうに思いますね。で、最後、これです。今回はですね、クイヒーディガーですね、弱点どこかっていうと、ここ。まずは、イーグル砲、アーチャークイーン、防衛軍がいますよね。そうすると、今回 K さんが、目をつけたのは、ここなんですよね。ここに入り込めば、相手の、主要な施設を潰していける。そう考えたわけなんですよね。で、今回クイヒーを選択しています。なんでかっていうと、これね、実はなぞりなんですよ、序盤のクイヒーは。なんで、これがちゃんとこっちに流れることはもう分かっているんですね。分かっているので、じゃあ、
こっから入れていこうってことなんですよ。これからウォールバスターを出して、でバーバリアンキングじゃペッカかな、ペッカでこっち側をこうカットしていきながら、クイーンを中へこう入れていきますね。で、まあ、このねクイーンを中に入れる技術っていうのはめちゃくちゃタイミング的に難しくって、あの簡単ではないんですけども、さらにここね追い打ちでバルーンを出してね、今これ本当は、ヒーラーに入るはずだった、ホーミングを解除しようとしてましたね。まあこの辺はすごいレベル高いんですが、こういう細かいテクニックよりもあのその発想をちょっと見てほしいと思うんですよ。で、ちゃんとここね、ウォールバスターが盾になってくれて、中からアイスゴーレムが出てきて、でクイヒーパートをサポートしていきますよね。お見事ですね。アイスゴーレムが出てくることによって、相手の防衛援軍とかがみんなターゲットこっちに移しているので、クイーンはほぼ無機質でね、このエリアをこう蹂躙していきます。で今回ねここディガーを使ってるんですよね。でなんでディガーかちょっとねよいしょ考えてみてもらいたいと思うんですよね。これ攻めが終わるまでになんでだと思いますかね。まずドラゴン使おうと思ったら結構ですね、ここやっぱ範囲が広いんですよ。まあバーバリアンキングが一生懸命カットしてますけども、まあそれにしてもやっぱりね、この辺の範囲っていうのが、そこそこ広い。まあアーチャークイーンが削ってくれるからいいっちゃいいんですけど、まあそこそこ広いことに加えて、さらに、対空砲が3本あって、エアスイーパーまで残ってるんですよ。で、こうなってくると、まあマルチインフェルノはね、これはまあ、OK かと思うんですね。ドラゴン体力があるから。なんですけど、今書いたこの対空系の防衛施設がこんだけ残ってると、ドラゴンちょっと厳しいですよね。さっき1本目のリプレイは、ドラゴンが行けるように対空砲2本折れて、エアスイーパーも折れたんですよね。なんでドラゴン行けたんですけど、ちょっとそれは厳しい。じゃあラバルはっていうと同じなんですよ。エアスイーパー、対空砲があることに加えて、天敵のマルチインフェルノがこう2本残ってますよね。もうこれ空じゃきついですよね。じゃあ空やめようと。で、じゃあ陸、ホグライダーかディガーか、どっちか悩んだ時に、キーになってくるのはバーバリアンキングがここにいますよね。いるので、じゃあこれディガーで行っちゃおうって話だと思うんですよね。選択肢を消去法で削っていくと、もうディガーが残る。で、やっぱりディガーもね、外にある施設をターゲット取っちゃうので、ここもうバーバリアンキングでこうカットしていって、ちゃんとね、ディガーが壁の中に入っていくように。さらに、クイヒーもね、実はこれディガーのルート作りに手を使っていて、こう今みたいに中のね、中心の施設をこう壊してるので、まあ、ディガーが比較的ね、中に入っていかなくなります。あ、中っていうか、その散らばらなくなるっていうのかな。壁の一層内側ら辺をこうね、固まって歩いていくことができる。バーバリアンキングと、アーチャークイーンで外と内側からね、ルートをこう作ってあげて、ディガーがそんなばらけないようにうまくこう誘導してるっていうとこなんですよね。これちゃんとねヒールの中に全部入ってるっていうところがやっぱりまあ非常にうまいんですが、考え方としてはやっぱりね、相手の弱点はどこなのか、じゃあそれを潰すためにはクイヒーなのか、それとも、他のねヒーラーを使わないユニット構成、まあローコストで行くのか、ローコストのまあ使い捨てですよね、行くのか、まあ、クイヒーが死んじゃうって思ったらやんない方がいいと思いますね。クイヒーが最後まで生きるって思ったら使ったらいいと思います。で、残った施設を壊すにはどういう風な、ユニットが、適切なのかっていうところを考えながらやっていく。まあ、考え方はね、この動画の中で私何度も繰り返してるんで、まあ、あえてこう最後言いませんけども、時間取っちゃうんでね、もう一回見てもらえたらぜひね、わかると思いますので、このあたりっていうのをよく、吟味しながら最後、終盤に持っていくための、主力ユニットを決めていくってとこですね。いかがでしたでしょうか。かなりね、使う戦術っていうのを村によって分ける、まあ、その発想のヒントとして私は、今回学びが多かったんでね、ぜひこれ共有させていただきましたけども、皆さんのね、もしご参考になった際には、ぜひグッドボタン、チャンネル登録、そして今後もご視聴をね、ぜひぜひよろしくお願いできればというふうに思います。それでは、また次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。